俳優、歌手として活躍し、日本でも多くの人気を集めたパク・ヨンハさんがこの世を去って、30日で14年が経った。パク・ヨンハさんは、2002年にドラマ、冬のソナタ、でペヨンジュンの恋敵役を演じ、日本でも韓流スターの一人として知名度を上げた。国内外で絶大なる人気を誇り、順風満帆の芸能生活を送っているかのように見えたが、2010年6月30日、自宅で遺体で発見される、32歳という若さだった。当時の警察によると、パク・ヨンハさんの実父が末期がんを患っていたこと、その介護疲れや事務所経営のストレス、日本活動に対する国内での誹謗、中傷などが原因ではないかと伝えられていた。1994年、ドラマ、テーマ劇、は、でデビューしたパク・ヨンハさんは、冬のソナタ、LOVING、YOU、ON、AIR、などのヒット作に出演。2004年には、日本で仲間由紀恵の主演ドラマ、東京 1KDESTINY、OF、LOVE にゲスト出演を果たした。2003年に 1ST フルアルバム、鬼滅、を発売すると、以降ドラマ、オールイン、運命の愛、や自身の出演作で OST、オリジナル、サウンドトラック、を歌うなど、歌手としての地位を確立。日本ではシングル9枚、ミニアルバム2枚、フルアルバム5枚を発表した、命日を迎え、ネット上では哀悼コメントが多く寄せられ、今もなおパク・ヨンハさんを愛する多くのファンは、パク・ヨンハさんが眠っている、場所を訪れているという。そんな中、毎年欠かさずパク・ヨンハさんの墓所を訪れているジェジュンは、今年も SNS に花束の写真を投稿。ヨンハ兄さんが亡くなって、もう14年が経ちました。去年に続き、昨日も今日も晴れないこの天気が、空も悲しみを共有しているように感じられ、感謝しています。お墓には多くの知人、兄さんを忘れずに懐かしんでいるファンの方々が、たくさん来ていました。いつもありがとうございます。感動的ですね、と伝えた。そして、空にいる兄さんとは短い時間ながら、たくさんの本音を吐き出してきました。毎年兄さんに会う時期は、1年の半分を過ごした頃なので、少し疲れ始めた私の心を慰めてもらってきます。今日も、頑張れそうな勇気をもらったので、多くの人に笑いと幸せを分かち合える一日になりそうです。と温かな気持ちを吐露している、ネットの声。パク・ヨンハは日本でも人気が高く、バラエティにも出演し、人柄の良さが感じられました。三浦春馬さんもそうですが、才能もあり魅力に溢れた人が亡くなるのは本当に辛い。悩んでいる時に、周りの人が自分を愛していることに気づいてほしい。横浜のデパートで無料ライブをした時に、こんなにファンが集まってくれて嬉しいと感極まって涙を流していたヨンハさんが忘れられません。人気者なのに決しておごらず、演技も歌も素晴らしくて知的で心の美しい方でした。あの優しい笑顔を一生忘れません。天国でこう、せな日々を過ごしていますように、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。